伊藤博之は、スクウェアエニックスのゲームクリエイター、東京造形大学造形学部卒業、岐阜県岐阜市出身、大学卒業後、スクウェアに入社。最初は、デバッグや効果音などの仕事をしていたが、ファイナルファンタジー4で趣味の F1 観戦から、思いついた、アクティブタイムバトルシステムを発案する。ATB は特許を取り、現在の、 ファイナルファンタジーシリーズの骨格となった。また、アビリティシステムや、ジャンクションシステムといった独創的なゲームシステムも開発している。ゲームデザインとは別に、塩見の名で、ファイナルファンタジー V のアレンジ曲や、ファイナルファンタジー9の主題歌の作詞なども手掛けている。2006年には、ファイナルファンタジー12のディレクターを担当した。趣味は、モータースポーツ観戦。 パズル、書道。好きなゲームは、ウィザードリー、ウルティマオンライン、ファイナルファンタジータクティクス。一般的に RPG は、時間をかけて育てれば、誰でもクリアできるバランスの作品が多く、伊藤作品でもそういったやり込み要素は多いが、レベル上げ禁止や、タイムアタックによる、プレイヤー自身のスキルによってもクリアできるバランスを、非常に重視している。また、 ボスモンスターを倒すことは、プレイヤーの実力を試す試練であり、経験値といったご褒美は不要であるという持論も持っている。ただし、育成をせずにボスを倒すテクニックの多くは、アイテムやアビリティで敵の攻撃を封じる力押しや、ハメ技であることが多く、通常のプレイの際に、それらを駆使すると、バランスを壊す面が少なからずある。これに関して、一緒に仕事をしたスタッフは、 レベルを上げるより、装備やライセンスを集めた方が強いと思います。人間の肉体が短期間で成長するわけがなく、新兵だろうと武装が強い方が勝つのが、伊藤の持論なのでと伊藤が近代戦的な思想を持っていることを語った。ファイナルファンタジー9以降は、ファイナルファンタジー12で、ディレクターとして参加。ガンビットを搭載したシームレスな戦闘システム ADB は、 FFX のエグゼクティブプロデューサーである、河津秋瓶から、a t v はこの形にならなければ、完成ではなかった、さすがは、伊藤と絶賛された。余談だが、FFX 完成直後に、次にやるなら、FF150 としばらく関わりたくないような発言を、した直後に、インターナショナル版に早々と登板した。過去の、実験作、 フバイブが評価以前に成長システムを理解をできなかったユーザーが発生してしまったため FFX の記事ではライトユーザーがバトルシステムを理解するのが精一杯で成長システムを使いこなせないことを不安視する発言を何度もしたファイナルファンタジー4にてアクティブタイムバトルシステムを発明ターン性の RPG には緊張感がなく眠いと評価し フェラーリのセミオートマチック技術を参考に、セミリアルタイムバトルシステムを発明。これを、アクティブタイムバトルシステムと名付けた。このシステムは特許を取り、現在も FF シリーズの人気を支える売りとなっている。ファイナルファンタジー V にて、アビリティシステムを発明。アビリティを自由に取り外し組み合わせを可能とした。FFV では、コマンドアビリティと、 ジョブ特性という二つの概念しかなかったが、ファイナルファンタジータクティクスで、コマンドアビリティ、サポートアビリティ、リアクションアビリティ、ムーブアビリティの4体系に整理した。ファイナルファンタジー8から登場したゲーム内ミニゲームで、トリプルトライアド、クワットミストの2種類のカードゲームをデザインした。それぞれ現実のカードゲームやオンラインゲーム等に発展し、フライブでは、 スタッフの要望で生成によってカードをアイテムに改造できたがファックスでは廃止されている。ありがとうございます。